so hungry. I'm so hungry. Hallo, guten Tag. Ich bin gerade von dem Training zu Hause zurückgekommen und ich habe Hunger. Und ja, ich esse erstmal Tada! Natto. Ich esse Natto. Ich habe gestern diese Natto gekauft. Das kostet 2,80 €. Das heißt, diese ein Paket 100, also ungefähr 120 円. Richtig teuer. Katjar Natto. Na. Okame Natto. So, ich liebe Natto. Wenn ich Natto esse, dann echt glücklich, ne? Einfach so lecker, richtig lecker. Oh, ja! Ach du Scheiße! So. So geht dann auf den Reis. Itadakimasu! So. Natto! Wagon Natto ist so richtig lecker. Mal geil. Dann, Gottesdank war das da. So, ich wollte heute nicht dieses Video nur Natto zu essen. So, ich rede heute über die Strafe für die Mannschaft. Also, es gibt einen Strafekatalog in der Mannschaft. So, auf geht's! Also Strafekatalog bei Bochum. Handy Verbot, Kabine. 2 €. Also, Koisu de Ketai Dema Shio Shitara 2 € Bakkin. Sachen am Platz vergessen. 1 €. Pro Teil. Mono wo グランドに何か忘れたら、まあ、1個につき1 € 罰金。ファルシクライディングツントラフェンアウフウェアメン、フンフォイロ。試合の時のウェアを、違う服着てたり、ウォーミングアップの時の、ウェアを違う、ね、ウェアを着てたら、5 € 罰金。クーヘンオープストフェアゲッスン。5 €。なんか試合のために誰か一人がケーキを作ってくるっていう制度があって、まあ、それをみんな試合前とか、試合後に補食で食べてるんですけど、その、ケーキを忘れたら持ってくるの忘れたら5 €。いや Zu spät zum Treffen トレーニング。トレーニングに、遅れたら1 € pro Minute。1分につき、1 € 罰金。Kleidung von anderen Verein tragen 5 €。練習着、違うクラブの練習着を着てきたら5 € 罰金。Beine in Kreis 50 € pro Beine。試合の時にいつもあのクライスって言って何日本語で、エンジン組むときにボーフムは足をつま先をみんな円になっているときに隣同士でくっつけてエンジンを組むんですけど、その足がつながってなかったら、足をちゃんとねつなげてなかったら、
一足につき50セント罰金。モナーズバイトラグツシュペートゲツアルト、フンフォイロプロボッハ。モナーズバイトラグっていう1ヶ月に、5ユーロずつ、1人5ユーロずつ、チームの、なんていうの、チームのカッセ、チームの、まあ、お財布みたいなのがあって、まあ、それはいつもその1人1ヶ月5ユーロをチームに払って、まあ、最後マンシャフトアーベンツって言ってみんなでご飯食べに行ったりとかパーティーとかしたりするんですけど、まあ、その時に使われるお金とかで、まあ、それを、1ヶ月に5ユーロずつ払ってるんですけど、それが遅れたら、5ユーロプラスで払っていくって感じですね。ゲルブカーテン、ウェーゲンメッカン、フンフォイロ、イエローカード、何？審判への暴言とか、まあ、汚い言葉とか、なんだろう。まあ、いらない、ゲルブカーテン。いらない、イエローカード。ね、なんかメッカン、なんか、バーバーって、口でね、いう感じので、イエローもらったら5ユーロ罰金、ゲルブロートカーテ10ユーロ、ゲルブローテ、イエローもらって、レッドもらったら10ユーロ、罰金、ロートカーテテーティヒカイト15ユーロ、レッドカード15ユーロ罰金、カビーネドレッキヒンターラッセンアインオイロオフィアヤーデン。更衣室を、汚いままで、まあ、帰ってったら1ユーロ、1人につき1ユーロ罰金。トリコツファルシュインデアキスでアインオイロオフィアヤーデン。まあ、ユニフォームを試合終わった後回収するんですけど、まあ、ユニフォーム入れるところがあって、それに、入れてなかったら1ユーロ罰金。まあ、ボーフムはこんな感じです。まあ、チームによって、まあ、どのチームも罰金制度多分あって、でケルンにいた時はケルンの人たちってカーニバルってめちゃめちゃ重要で、もうカーニバルに命かけてるくらいなんですけど、そのカーニバル期間中に練習があって、でその練習に何、コスチュームっていうの、なんていうんだろう、カーニバル、コスチューム、なんて言うんだろう日本語で、コスチュームをして、練習に来なかったら罰金っていう、まあ、普通のいつもの、ね、練習着で練習に来たら罰金っていう日がありました。そう、イタリアも罰金制度あって、あ、OK、パルロンポイタリアのね、イタリア、パルエゼンピオ、クワンドオエルミオコンプランノ、デボポルタレアラアルナメントウナトルタオウナピッツァ、マノンウナ、ペルスクアドラドポアルナメントmangiare tutti insieme, ma così molto bene, perché dopo allenamento abbiamo tutti grande fame, e se qualcuno è il suo compleanno, potevo sempre dopo allenamento tante pizze.Oh, molto, 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 buonissimo, molto, molto bene. ということで、まあ、海外はね、こうやって、まあ、罰金制度があります。まあ、私、日本でプレーしたことがないから、日本でそういう罰金制度があるのかどうかわかんないんですけど、基本的に海外は、罰金制度があります。まあ、最終的にその罰金で集まったお金とかは、チームで、まあ、パーティーするときとか食事会をするときとかに、まあ、みんなのビールとかねになってます。では皆さん、また次回お会いしましょう。
チャオビスネッセマー。